はい、開けました。あの声おかしくなかったって言われて、僕ガラガラなんですよ今日あの今店寝てたんで。はい、おはようございます。おはようございます。僕今日に日課です。こんな格好ですみません、リスナーの皆さん。あの神殿の工事入っちゃってるからねそうなんですよ、頑張ってきた。はい、じゃあ今週のゲスト紹介しますね。僕の地元ですね、僕が10年やった土地ですねの、いて川越のバイスから、COO、はい、そうですね、副社長だね、はい、鏡健二君と、代表の一応秀樹です。はい、よろしく。緊張してんの？緊張してます。どこ向けばいいか、ここはね。まあ、別に何でもいいじゃん。とりあえずね、乾杯しましょう。乾杯しましょう。このケンタマーっていうのは多分俺じゃなくて。ああ、そうですね。どっちかっていうと。ケンジの方だと思う。はい、これで多いですね。川越のお偉いさんだって。やっぱり。それだね。いただきます。逆にこれを一気じゃなかったらどうするの？出よう、キッツ。どうする？テキーラ1本開けに行くか、平和にビールに逃げたりしていくか。いや、そこはもう任せますよ。ゲスト3人じゃないの？そうなんですよ、あのね、支配人の友也がね、忙しいんですよ。はい、タコなんですよ。あれやろ、タコなんですよ、彼は。そこはしょうがないです。まあしょうがないです、しょうがないです、すいません。ひでえ、偉くなったよね。確かに。あのヒデ君、僕と同い年なんですよ。はい、もうガキの頃、いくつの時にシエロに入ってきたんだっけ。僕24から遅いじゃないですか。24からやって、あ、そっか、そんぐらいか。もうでも最初週1とかだったよね。初めバイトでした。そうだね、バイトやってで楽しくなっちゃって、その昼間をやめて、昼間やめて、でも昼間やめて代表になってるんだったら大成功ですね。まあ、そうですよね。だって昼間やって、ホスト戻ったんでしょ。ホストやって昼間やってまたホスト L だもんね。俺が入る前に L にいて、辞めてから俺が入って、でクワトロオープンでホスト復帰だもんね。そうですね、その時 L の時もギャルの時俺見たことあったもんだね。俺も写真見ました。クソギャルっすね。超ギャルは、こんな落ち着いちゃってる。声大丈夫？声大丈夫？全然大丈夫じゃないですよ。ケンちゃん職業を変えたら、どかたに。うるさい。服装はしょうがない。うるさい。今日はね、違う。俺今日一生懸命解体してたの。一生懸命バシャバシャ外してたの。自分でやってる。そうだよ。そうなんですか。うん、俺そういうの好きなの。日曜大工作った。いや、だって川越のマリアとかも、川越のマリア作った時も、結構自分たちがやってたからね。ああ、そうそう、ね。うん。それが楽しい。愛着湧くから。見なくてね。まあ見えなくて大丈夫。最初から全然大丈夫じゃない。バーの工事じゃないですね。バーの方じゃないです。あの DNA が、あ、そう、まだね、ちゃんと発表してないんだよね。あ、移転の話ですか。 DNA が移転するんですよ。あの D3 ビルに、 D3 の6階かな。で、多分11月ぐらいをめどに今工事してるんで、多分まあ11月ぐらいになっちゃうだろうな。なんだかんだで、うん、まあ名前も変えちゃうし。はい、あ、 DNA も変えちゃう。変えちゃう。変えちゃう。うん、せっかくだから。うん、ケンちゃんが工事してる。そうだよ、何でも屋さんなんだろう。最近自分が何やら本当によく分かんない。言う、全然分かんない。全然分かんない。俺だ、今日もいや、店出てんだけど。じゃあ、ほら、お前店今日出た時なんかすごいシャンパンコールとか、なんか従業員がシャンパン入れてて、シャンパンコールとかすごい久々だと思う。なんか、あ、そうなんですか。なんか新鮮な感じ。気まずいんだから。やばい、何不器用な子じゃん。何してたってめっちゃ気まずい。手作りってことっていう、まあ店は手作りだからな。まあそうですね。あ、で、今なんか年2人はいくつとかで、ヒデ君は俺と一緒です。で、ケンジが俺に1個下。そうですね、1個下ですね。はい。で、いつからケンジって俺に敬語使うようになったの。いつからですかね。昔タメ語だったの。ずっとタメ語だったの。なんか失礼なやつだな、はい、ひたすらタメ語だから。大体あの酒で大体あの飲み勝負をよくしてたんで。いやいや、その前で。
俺らシエロで、うん、クワトロで、うん、でまあ飲みちょいちょい来てて、ね、シエロに、うん、で食べ子だったのずっと、うん、でなんでこいつは食べ子なんだろうなってずっと思ってたの、うん、まあまあでも1個しか違わないし、うん、何でもいいやって思ってたらいつの日か敬語に変わったの。圧出した。圧出した。でも多分ね、あの時かあのうちにマリアに入るあー、はいはいはい、のタイミングの時かうちにいたじゃん。ちょっと2ヶ月ぐらいだ、1ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらいだっけ、どれぐらいだろうか。いやー、どれぐらいか覚えてないですね。でも多分ね、2ヶ月ぐらいいたんじゃねえかなと思うんだな。いや、なんかヒデちゃん緊張してるっていうからさ、ヒデちょっと酔っ払った方がいい。はい、これあげる。緊張してます。でも顔緊張してお前どうせあれでしょ、こういうメディア初めてでしょ。初めてですか。そんなのよくわかんないじゃないですか。えよくわかんない、すみません。何していいかちょっと取り上げてパッと待って。お前なんか滑舌悪すぎて全然わかんない。滑舌悪すぎて、カギギ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 てます顔に。どうすか、右がヒデちゃん、左がケンちゃん。画面で見ると画面で見るとどっちだ、ちょっと真正面ちょうだい。どっちが私だ。画面で見るとケンちゃん、ケンちゃん誰落ちみたいになっちゃう。三段みたいな。いやでもヒデも偉くなったよな。そうそうそう、すごいよね。すごいよね。でもね、あでも僕も思います。ねそうっすね。いやわかんないですけどだって、ね、まあまあまあもう今更時効だけど、はい、時効っていうのはまあ俺らはちゃんとケーキをね済ませてるあれだから、はい、出会ってないけど、その時、はい、同じ時期にパクられてるんだよ。まあ、まあもうだけど、ね、まあまあまあ、まあ、10年以上前の話よ。若かりし俺がパクられた時に、はい、あのゴジラが後なんだよ、はいはい、で、はい、ゴジラの事件の主犯が俺と同じ龍二だったんだよ。で、ダメだから仲良くなって、まあそうですよね、繋がりますね。でまあ何の事件がやってたかとか聞いてて、でふとした時に入っ、まあもう忘れてて、でしっこりを切れたぐらいだな、お互い多分ね。で入ってきて、入ってきて、でまあ諸山、自分は諸山だっつってて、諸山ちょっと昔パクられてて、何でっつったら、あれあれでって言うから、そうだよ、ね、あれっつって、で主犯誰誰何とかってやつじゃないっつったら、何で知ってんすか、って。いや俺同じで知ったから。その時まで知らなかった。すごい親近感だと思う。あ、まあ、俺から言いました。気まずい。気まずいと思う。ケンちゃん何したの。ケンちゃん、内容、ケンちゃん内容ですよ。俺はもうすごいくだらない、あの一瞬ホスター辞めちゃってる時に、辞めてる間に毎日人も飛ばしだから、あーあ、はいはいはい、はい、なんかよくわかんなくなっちゃってる。人間狂気的な方だ、人間狂気的な方だ。頭おかしかったんだろ俺だろ。頭、おっちゃんおっちゃんうるせえな、さっきから。なんだ今日、どうした、いつものリスナーさんと違うの。もうあんまりおっちゃんおっちゃん言われたら、稼いでますか。稼いでるよ、二人は。稼いでませんよ、そんな。だってさ、川越なんかもう今、バイスも総取りなわけでしょ、ほぼ。あんまそういうの言わなくていい。でもだって川越元はだってやってたじゃないですか。やってた。じゃあそっちの方がやっぱりイメージは全然マリアだよ。いやいやいや、マリア、それはだってさ、うん、ねえ、うちらの方が早かったし、マリアだってすごかったじゃないですか、うん、でも今はそう、今はで考えたらさ、まあ、そうだってうちが歌舞伎町出てきちゃって、シエロが仙台行って、はいはい、じゃあ昔遊んでた子はどこ飲み行くって言ったら、もう鉄板でバイスでしょ。いやいやいや、そんなことないっすよ。サミケンさんとライハさんがいるから。なんでそれ誰だろうと思う。いや、どれでもやめたほうがいいのかな。多分寝起きすぎて。いや、じゃあ俺は本当にね、いや昨日ね、あの
俺ね、何時間起きてんだろうな。昨日もうなんかよくわかんないけど、日にちが水曜日どうした水曜日の朝から俺ソファーとテーブルを寝殿用のもらえるから千葉まで行ってたの朝から。で見て寸法とか測ってで戻ってきてでまんま寝殿の打ち合わせ行ってて、あの管理あの工藤さんの行って仕事店行ってバー行ってファーボー行って、ずーっと俺ねちょっと必要な材料があってそれをひたすら探してずーっとのまた、その欲しかったもの、そうそれだけなくてひたすら探してた。ホームセンター10軒ぐらい行ったので、もういいやと思って帰ろうと思って会員持って練馬で降りようと思って、いつも一頃まで乗るんだけど練馬で降りてずっと練馬で探したんだよスマホで、あのなんとか練馬って剥離剤が欲しくて剥離剤練馬ってやったら速攻出てきて、電話したらありますよとか言って、はぁっつって、まあ意味がない、川越でぐるぐる川越あたりでぐるぐる回せる時間返せよとか思った。それは昨日も寝てないですか。寝てない、だから昨日今日寝てない2日だから水木で寝たのが、さっき店で寝たの10分じゃん。タフっすよ、やばいっすよ、タフじゃない、死にそうだもん全然死にそうだよ。それは声出ないですよ。何股間立ってんすか あ、ケンちゃんの股間にグラスがね、あ、これね、あ、ほんとだ、めっちゃ面白いじゃん、これ、俺のチンチンみたいだね。どうぞ飲んだ方がいいんだね。そうだね、ちょっとなんか場所悪いよね、なんか嫌だろ、股間言われたらなんかへこむわ。もう立たないし、立つわボケ青か、いまだに性欲止まらんのじゃ。ああお前性欲あんの？俺食べてないの。え、そうね、俺それがわかんねえんだよな。いや、あの酒飲むとダメなんすよ。めっちゃ酒飲むと、酒飲んだりとか、あのこんぐらいやっぱ寝てなかったりすると、あのますます、あ、でも寝てない時、酒飲んでなくて寝てない、入れすぎだろこれ、お前それ入れすぎだ、飲みすぎて止まらない全然ないすごいっすよね、逆に全然元気。俺なんて今眠いからめっちゃチンコしごかれたの。いやいやいや、しかも散らかりやるサービスサービスポイント。でもさ、この画面ならさ分かんないじゃん、なんか流れてる、はい、あ、はいはい、がっつりバーでがっつり流れてるから、ね、あ、そう、みんな見てくれてると思う、ね、そんなドラマイでまぶしこのバーでバーで酔っ払っちゃえばいいんだよ。ああ、なるほど。バーで流してますよ。あ、ほら、ひでちゃん、仕事だって、仕事行ってくる、仕事行ってくる、特に大変なんか魔法になったもん。なってないっす。え、性欲ない、元からもないんだよ。ないっすね。なんかいつもその話するんだけど、で同年代ってさ、もう少なくなってきてるじゃん、あんま周りに、俺らの同年代のホストって、はい、聞くけど、でもみんな元気だけどな、やりたいやりたい、アイスは基本的にないっすね、性欲があるやつ、なんで M ぐらいそうですね、ミスさんはやばいっすね、全然サルでしょ。まあだから M ぐから性欲取ったら M ぐじゃないもんね。わかるんです、まあ、歩く生殖器だからな。すごいと思います、ね、あれ俺よりすごいと思う。すごいですね、ケンちゃんとやりたいっていうこと。ケンちゃんの同年代、和義くんは同じ、あのシオンの大阪から出てきた和義、だから俺と同年代だと有名どこだとやっダメだと、ロミオとか、あの、ヒザミオ、はいはいはい、ゼロの一作、妖精、
モンノノスケ、あとタメっていうとラフカバーのハルとか、でもどうなんだろうな、ケンちゃん40ぐらい、え、どういうこと？あ、もう40歳だ、年年齢の話言ったんすね。言ってないよ俺さすがに40歳でもうメッシュは入れてないと思うんだよな。でも見た目若いっすよね。頑張ってるもん、メッシュ入ってるからね。経営ないんすか？何か俺ね、お前言うとなんすか、いじられるよ。俺絶対ハゲないもん。わかります。俺家計にハゲいないんだよ。お前やばいだろ。やばくないっすよ。お前全然全然俺前大丈夫っすよ。俺どっちかさ、脳天派っすもん。いや、薄いよ。細いっす。いや、もともと細いっす。世の中に申し訳なさそうに生えてるよ。そんなことないっすよ。そんなことないっすよ。お前らの髪の毛よりここのほくろの方が目立ってるもんね。ほくろの方が…だから俺、ぶっちゃけ本当はそっち座りたかったっすよ。え、そのほくろがバレないっす。あ、座りたい場所こっちだと。違う、違う、違う、俺にめっちゃアピってくるわけでしょ、ほくろ。そうですよ、やっぱ。こっちに座ったらアピーこじゃん。違う、お前なんか滑舌悪くて全然わかんない。アピールポイントじゃない。34ぐらいじゃない。僕33です、今年。いつもこんな感じの流れなんですか？いつもね、もっとね、はい、なんか飲んでる。俺そんな感じで見ながらちょっとあれだから、ちょっと俺もビールに切り替えるわ、俺。このまま飲む。そのまま、じゃあ飲んでる。ドライがいい。いや、ビールも置いとこ。もうみんなでわがままな感じになろ。あ、じゃあちょっとあまりにも酔いすぎる前にちょっと川越のバイスの宣伝ね。川越のバイスは何だろうな、なんてどういうふうに説明すればいいんだろう。まあ地上波じゃないし、チンコのも多分下のぐらいはあれだけど、深夜営業だもんね。強気にね、まあ川越だからみんなそうだもんね。川越は、まあ、基本的にそうなんで、初回料金は元から今はもう1000円でずっとやってます。1時間半1000円と、その30分で指名を決めてもらって2時間、だから残り30分で気に入った子をつける。送り指名みたいな。送り指名を30分間で、送りじゃなくてその30分間でその気になった子を指名してもらおう。それ面白いっすね。そうですね。でそれで、まあ、連絡を、ね、声が来てあれでバイスです、バイス。ウニてんてん。ブアイス。ブアイス。そんな感じ。なんでそんな感じ。仮説悪いで飲んでもらっていいですか？仮説悪いから。仮説悪いんで、お願いします。ビール。もう言われちゃってます。いや、ビール飲んでると勝手にテンション上がる。俺、テキーラ飲んでると、もっと喉痛くなって、何言ってるか全然分かんなくなっちゃうんだよ。で、送りないと90分入れないの。そんなことないでしょ。そんなことないです。送りなしはなしで別に構わないわけでしょ。構わないです。じゃあ一応2時間1000円。2時間1000円で、もしもニコ生を見たっていう初回が来たらいくらにしてくれますかの話なわけだ。ああ、この番組見たでいくらにしてくれますかみたいな。初回の方は、初回の方もちろん入り口でニコ生ケンさんの番組見たんですけどって言ってくれた人が来たら2時間通常1000円でしょ、はい、それをはいいくらにしてくれますかっていう。1000円以下って多分500円とか取りづらいじゃないですか。ちなみに結構俺の番組と見た特典はみんな無料くれてる。ああ、じゃあ、まあ、そんなさ、バンバン来るわけじゃないからおそらくね。まあ、特にまして今回ね、埼玉だし、どうなるか分かんないから、いいんじゃないですか。そうですね、だから、ね、その代わり、1時間とかすればいいんだよ。はいはいはい。うん、どうする。川越だと交通費のが高くなるだろう。それは、そんなこと言われてもね。それはしょうがないです。どうも、それはしょうがない。そこはすいませんしか言えないです。ごめんなさい。すいませんです。じゃあ、いいですか、1時間無料でいいですか。あ、もう全然。ありがとうございます。1時間までいただきました。いや、もう全然そんな、まあ、そんなね、なかなかね、まあ、行ける時も、まあ、少ないです。川越ってなるとな、
逆に興味持っていただけたら嬉しいので、ね、今でもさ何件あるのかこれって俺がいた頃ってさ12、3件あったのか10件以上ありましたもんね、うん、今はもう戸建て4、5件ぐらいな、なっちゃいましたね4件ぐらいバイス、ライハねえ、カミナリさんとドゥー4件当時は10年12、3件あったと思うんだよな結構進展全然絡みなかったでしょシエロとかクワトロ新しく例えばできる店とかあんまりその後にじゃあうちやたら挨拶来ててカーボでやるんだったらマリアのケンジさんに挨拶しとけみたいなのが勝手に出てたみたいですごい来ててめんどくさくて一回も俺返しに行ってないんだけどもうこんな感じでしたもんねちょい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 そんなにやつ嫌なやつじゃないそんなじゃないよ、ね、そんなことじゃなかったですかいやでも知らないじゃん知らないで勝手になんか勝手に来てシャンパン勝手に開けてよろしくお願いしますおよろしくいついつオープンなんで来てくださいはぁじゃあ何言ってんのお前みたいなじゃろまあまあまあ誰かどうじゃ、まあ、誰かの紹介とかされてればそうだけど、まあね、話が通りやすい知らない人が勝手に飲み券勝手にシャンパン開けてじゃあうちのオープンなんで来てくださいって言われても何言っちゃってんだこいつってなるじゃんねなりますね、まあ、そうですね質問答えるごめんなさい質問パパとか言うなパパとか言うな何があ、CM の看板が来ましたあ、そうだ、いつもとなんか違うからね分かんないんだじゃあ一回 CM 入りましょうで結局じゃあバイスの人間で誰が数字を出して誰が看板貼れるのかっつったらお前あるんだろうわけじゃんだったら貼れる間も自分たちが簡単に出ちゃっていいと思うよだってイケメンいっぱいいますよ売れてねえじゃんいやいやいやそんなことないですよ売れてますっ て, いや売れてないと看板にならないじゃんだってそれ初回が来たところでなんだこんだけバンバンなんか前に出てるこうついて全然じゃんって思われたらそれこそ損だよ、まあまあ、前に出れる間は絶対出た方がいいと思うよ思うけど俺もやっぱりだから最近ちゃんとまた出てるもんねあそうですか、うん、いや違う前にでこういうのもやってるしまあ移転したらたぶんちょうど今年の10月で俺ホスト15年だから多分もう現役分かろうかなと思ってるけどパパじゃなくて G だもんねうるさいな誰だ答えますよ答えますよ何って質問何質問からそうです、ね、家賃はまたお金の話だすごいんだよね大きさは長さはね人口人口の話はいいよね結婚しないもんね結婚願望ないの2人って俺はないっす全くないの基本的にはないっすないのだってしたことないでしょしたことないっすけど俺の場合はもう一回しちゃってるじゃんだから別にそんなにこだわりはないし今は今忙しすぎて結婚どころじゃねえしあそうそうなんすかねえないって珍しいねいやいい子がいたらたまたいい子がいや全然聞こえないいい子がいたらいい子がいたらいい子がいたら今
そんな滑舌悪くないっすね。一回邪魔しちゃった。邪魔しちゃった。邪魔しちゃった。悪口じゃない。邪魔しちゃった。多分、わざとやってください。そうすか。興味もない。多少ある。そんなことないじゃん。子供好きそうじゃん。そんなことないですけど、経験はないんで。よくわかんない。逆に経験してるじゃないですか。結婚するなんか、その理由っていうか。俺だってできちゃったもんじゃん。あ、そうそうね。あ、まあ、できちゃったりとかしたらとか、変わるじゃないですか。あ、じゃあ。でもだってもう一緒にする。あ、でも嫁連れ子がいたし。まあ、やっぱ年齢的にはやっぱ。そういう発想もありますし、願望はもちろんあるんだ。なんか超意外。ケンジなんだ。いや、絶対ないでしょ。今のはできるのあんなもん。あいつ今嘘つきました。基本的に女愛せないタイプじゃん。いや、人は愛せないです。女愛せないもんね。お前はお前なんかスネ夫みたいな生き方してる。スネ夫はダメですよ。M がジャイアンですね、腕っつって。イエーイ。確かにケンケンギャル嫌いそう。ギャルどっちのケンケン、どっちのケンケンの、スネをよろしく。よしよし、スネを酔わせよう。まあいいと思って。いやでもよろしくって言われたらもうそれはしょうがない。よしスネを酔わせようって来ちゃってんだから、そりゃしゃあないよ。これしゃあないって。これ多分うちの従業員、真ん中うちの従業員とかそっちです。真ん中っていうのは俺ギャル嫌いそう。俺ギャル全然嫌いじゃないよね。何ごまかしてんの。乾杯ちゃんと。いや俺別にギャル嫌いじゃない。赤い人ってその服の色とやめてよ。あの多分じゃあこのさっきからこういう赤い人とか、あの初のリスナーさんなのかな。あれ、川越の方のあれ。俺もう川越の人に若林健二ってもう知られてないの。いやだって検査行ったのもだって4年前ですよ。4年前ですもんね。3年後もう俺のこと知らないか。知らない子は知らないんじゃないですか、きっと。昔から、まあ、働いてるやつだったから。いつだったかね、なんかね、マリアのメンバーで前飲んだの。もう随分前、2年前ぐらいだけど、みんなで飲んでて、川越で、キャバクラ行こうぜってキャバクラ行って、なんかホストっぽいねってなんだろ。で、まあ、どこでやってるのって言って、でも今俺はもう歌舞伎町だし、もともとこっちだけどって話して、どこにいたのって言って、マリアって、マリアで働いてたんだって言われて、ケイさんの名前は知ってるんですよ。上から上から言われるんですよ。すごい上から来て、やってたんだーみたいな感じで言われる。マリアが働いてたんだ、社長知ってるよとか。はぁっつって、俺お前知られんだけどとか思ったよ。だからこれ名前だけはすごいで、残ってる。全然知らない。たぶん俺だよ、あれよかったね。何大体いいんですけど、寝起きだからとか。寝起きは聞きますもんね。気持ちいいっすもん。いやー、やばいよ。やばいよ。いや、でも寝起きにテキーラ飲んで、すっげー上がってきた。ケンちゃん押されてる今日だって。押されてるっつったって。もう10年ぐらいの仲だもんね。だってケンちゃん今日ひどいね。ひどいっすか。あ、そうなんですか。遠くないよ。扱いがひどい。で、あれが進行が。嘘、ごめんね、頑張ります。いや、それはなんか、すいません、なんか。じゃあ俺ね、今日ね、でもこんな格好だからかもしれないな。33になろうってやつがメッシュ入れてこんな赤い T シャツ着て、ニッカポッカだぞ。ニッカ俺久しぶりに見ましたから。俺ね、何でも格好から入りたいの。
あのちょっとね、あれですね、意気込みですね。なかなかさ、日課なんかもう履くことないじゃん、俺ら。そうですね。で、その店をいじるし、だからあんまりどうでもいいパンツがなくて、じゃあ買っちゃえばいいじゃん。あ、なんか、これ買ったんですか？買った、買った。めちゃくちゃ値段じゃん。少年心大事ですね。俺ケンさんだったら山頂ぐらい行くかなと思って。いやいやいや、俺最初頂上ロープは考えたの。いろいろないでいいかな。旅を吐く理由がないじゃん、内装工事。そうそう、いらない、邪魔です。全然いらない。でもそこまでやったらやばいですよね。クオリティ高いなって思います。わかります。所長、なんでやんなかったんですか？何ですか所長、なんでやんなかったんですか？なんなのこいつ、しっかりくらいんだけど。なんなの、飲ました方がいいんじゃないですか？いや、いいからバイスやめろよ。飲んだ方がいいですよ。飲んだ方がいいと思う。この話はやめた方がいいね。そうですね。そうですね。じゃあ俺飲むんだ。いいから早くやめちゃえよ。うち来い、うち来い、それ飲むんで、うち来いよ、うるせえな、歌舞伎町来いよ。歌舞伎町来いよ。あ、質問大丈夫です。どんどんください。引き抜き来た。引き抜きっていうかね。あ、ケンちゃんの他にビールが来た、今度。引き抜き、まあ、股間が好きなんですね。でいいっていいよ。何左すねを中央じゃ違う向かってるから右で行き過ぎ。あ、伸びたちょっと分かりやすいですね。伸びた、俺伸びたなと思ったんで。もうね、今日これね、あの去年のさ、周年のアルテミスの T シャツなので、これなんか襟が結構窮屈な T シャツなの、はいはい、俺襟切っちゃうのよ、ここの、あ、いや、ここで作ると。あ、自分で切っていい？あ、そうそう、ウィーっつって、で、そうするとちょっと 楽になるんだよ。あ、でも楽になる代わりに入れ爪がすごい全開になる。ガッツリっすよ。なんか、こんな感じだった。カーボンの時なんて皆さん脱いでたじゃないですか、マリアで。うん、従業員の方全員、ね、なんか後半になると、うん、なんかみんな上脱ぎ始める。すごいね。なんだろうなっていう。うん、で、ケンタも脱いだ。いや、俺、何も脱いでないんで、脱ぐ理由がないじゃないですか。なんか無駄にさ、俺いつもチンポコ出して走りましたもんね、カーボンの時ね。だってあれですよ、俺だってライオンハートまで、はい、マリアからライオンハートまで裸で、え、マッパ、マッパ、マッパですね、マッパで走ってた。で、従業員が洋服持ってきて、ライドに脱ぎますって言ってましたね。ライドが後ろから検査やばいっす、捕まれますっつって、すげえ頑張って、あの、カーッつって持ってきてたんだろう。でも俺、ギャ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 言いながら走ってたんで。ケンさん、負けば的にそういうタイプ。俺もあれですよね、さっき従業員に聞いたんですけど、うん、ケンさんも脱がなくなっちゃった。脱がなくなった。俺ね、脱がなくなったらしいですね。脱がなくなった、全く脱がない。いいもの持ってるの、なんで脱がなくなった。狩りやばいっすもんね。なんなん。脱ぎましょうか。狩りやばいっすもんね。やりづらいわ、今日。すいません、川越なんで、すいません。辛いわ。イメージが分かんないですけども、えどんな感じなんですか、いつも流れだと。俺、あ、何が、あ、この番組、エビさんもやりたい放題だよ。あ、そうなんだ。やりたい放題だよ、みんな。唯一、はい、なんか俺の番組ってこれ使いづらいわ。目そらされた。使いづらいわ、もう使いづらいわ、ストレスだわ。そう、今日なんかね、何冷たいじゃん。ビシバシ、もうビシバシ。あ、いいっす、僕大丈夫です。あ、お前、はい、どうぞ。ケンさん、テキーラがないんで、危ない。いや、で、ビール危ないっす、危ない。え、何、お前ら帰らせないよ、じゃあ今日、マジで。ダメっす。なんで、いいじゃん。だってお前らどうせやめんだろ、もう。僕らこれから仕事なんで、はい、仕事なんで、やめるまでちゃんとね、やらないでね。ウィッグやめちゃった方がいいよ、ね、でも、あ、このセットいいわ、喋りやすいわ。今日初めてな感じだ。うん、俺、いつもあれ、カゴラフですか。うん、じゃあ、もう全然話が違うんですけども、何言ってんの、お前。じゃあ、もうちょっとなんかさ、飲んでもらっていい。あ、これ余裕だ、開くぜ、開かねえか、半分か。ありがとうございます。起きた起きた起きた。ケンさん飲んだ方がいいですよ。何よ、完全に今やっちゃったパターンですか。うるさいわ。テキーラ飲みたい。バイユズキって、ユズキってあれだぜ、寮だよ、寮。イビザにいた寮。おお、あれうちにいんだよ。
で、え、元々の時あ、飛んだじゃん、うん、飛んだじゃん、あいつバカだからあいつバカだから、うん、飛んどいて、あの俺の兄のさ、キングいんじゃんか、うん、キング池袋でやってんじゃんか、うん、あのラブアディクションの店、うん、そこに対に行ったんだよで、あの兄から電話が来て、ね、ケンちゃんとね、ゆずきって言ったよね、うん、あ、飛びましたよって、うちに退入来たんだけどどうするっつって、はっつって、え、行っていいですか、はい、全然、あの、ケンちゃんのことだから全然うちもあれだし、つうから、まあ行って、まあ全然もう、何年もそこで別れてる、あ、うちで、まあ昼間働きながらうちでバイトして、でもね、今基本なんかね、バーの方が出やすいらしくて、時間的に、はあはあ、バーにいる、あのペルセウスの方に、はあ、バーで週3ぐらい、あ、すごい、でも頑張ってるよ、ゆずき今日いるんすか、あ、今日いる、いる、はあ、いる、いるよな、確かに、ゆずきな、はあ、確かにいるって言ってたんだよな、読んでる姿可愛い、なんなの、ケンジかわ、ケンジだけ可愛い、なんで俺、あ、笑れるばっかなんですか笑った、笑った、可愛いっすはぁ、死んじゃない、死んじゃない、危ないっす、危ないっす、しかも今届かなかった、ガーンだって知ってます、ガーンっす、ガーンっす、ここでガーンだって届かなかった、聞け、え、なんだ、聞け、聞け、すいません俺を無視するすいません、寂しくなる、うさぎで、寂しくなる、可愛いね、やりづらいよ、やりづらいわ、そのノリですもん、カーナーゆずきバーナウだって、つやさ、バーナウじゃねえよ、仕事してろそりゃそうです、いやでも、はい、CD とかも切ってニコ生の時はもう全部丸々放送しちゃってるから、ああテレビ音あのパソコンでつなげて、ああ、でもこういう時ってあの放送事故とかあるんですか、例えばどういう、なんかこう出しちゃいけないもの出しちゃったみたいな、さすがにチンチンはまずいよね、さすがにね、え、ケンジさん出したいって言ったっけ、俺ケンさん出したいです、俺あ、これられてますね、あ、これられてこいつ何言ってんのこいつ、うわ、飲んだ方がいいと思うこいつ、飲んだ方がいいんだろ軽くいや、酔ってるでしょ、ちょっと何言ってんのこいつ、ケンさん、それぐらいやるかなってちょっと、いや、間違ってケンさんは脱ぐ場合もあるもんね、あ、俺がこいつはこいつはこいつもう何言ってんのか全然わかんないし、もう平和じゃないですか、ある意味平和っすね、そうだね、ケンさん、だっていや、つんでもうだからもうこれ今日開けようぜ、あと20分で開けてこ、20分あるって、だって俺今日バーにチラッと顔出したから帰って寝るもん俺、えっ、いや無理だもん今日で、バーのお祝いで来てるんですよ、そうだよ、はい、だからじゃあライトいじめていいですかライトはいじめていいですか、ライトは飲めない、ライト見てるじゃあ、DNA でDNA でライトを潰しちゃうと内勤業務ができなくなるし、バーに行けなくなるから、一応最近ライトを飲ますのなしにしてるの、あ、そうあのホストの方で、じゃあ今日はあれ、バーは全然いいよ、好きで、好きにしてる、あいつ大好きだから、一応ド M だもん、あいつ後輩っすかね後輩っすかね、あれだ後輩もだけど、ど後輩でしょ、しかもあいつちょっとちょうだいあるじゃないですか、なになに、ちょうだい、そう、欲しがりだ、今多分ちょうだいって言ってる、欲しおーいとか言いながら、うわーとか言いながら多分ニヤニヤして画面見てるんだろ、あいつやべー、酔ったら、あの戦うくせに記憶がない、ニコ生に俺の名前出たくらい今思ってるからね、おいつか、ライト、ライト、じゃあライトあり、ライトムカつくわ、いやライトいいやつじゃないですか、怖いよ、怖いよ、ライトはもう怖いと思う、あのね、ほんとね、可愛さまで憎さ100倍っていう言葉はよく考えたことある、うまいなってなりますよね、頑張ってんだけど、なんか惜しいんだよな、あれでも可愛いのにでも面白いですよ、顔がいいのに面白いって言うの、おかしいですよ、日本語ちょっとおかしいですよ、確かに今おかしい、顔が良かったら面白くちゃいけない、いや、顔がいいのにお前でこ、ごめん何言ってんの全然わかんないけど、はい、見てません、大丈夫ですケン君かわいそうで多分入ってますね、え、全然ない、若林さん好きだわ、一緒にいて笑いが大変そうほら、あ、それに都合がいいのだけ拾ってくるあ、でも DV 来てます、DV 誰がデブだ誰がデブだ、デブだ、かわいそう、痛い、あ、わかるわ、いいんだよ、す
ね、スネを飲もうって、飲もうの意味が分かんない飲もうの意味が分かんない。俺そのスネを切るんだって。違う、これ俺だ。スネをじゃない。違う、俺の番組はもう別にあの、はい、トーク内容とかも特に決まってないし、でもなんかコメントはもうできれば拾ってね、あの飲めって言われたら飲むって。じゃあ俺超酔ってきたんですけど。いやいやいや、いやいやいや、俺危ない、危ないです、危ない、危ない社長、酔ってる、酔ってる、こいつ。花毛は、花毛は。で、なんなの、ケンジ、可愛すぎなんだけどとかさ。ケンジ、可愛い。なんで俺をグイグイバカなんすか。いやいやいや、さ、俺今気づいてなかったの。俺、グイグイバカなんすか。いや、しょうがない。なんか可愛い扱いだろ。多分ね、あの、ここまで、お前、グイグイ来ると思ったもん。俺の中で言って、ゆずきだよ。量だよ、多分。ああ、そういう感じですか。多分ね。だから、でも持ってるのに飲んだ方がいい。俺らも飲んだ方がいい。乾杯しよう。いや、別にお前がグイグイって言われてるだけ。俺ら別に飲めって言われてないし。乾杯しようよ。乾杯がいいや。ケンジさん、ケンジさん、いい男だけど結婚するなら若林さん。おぉ。いや、じゃ あ、はい、どうぞ。はい。褒められたんだね。褒められたらしょうがないし。え、なんで褒められたらしょうがない。嬉しい、テンション上がってるでしょ、別に。テンション上がってる。嫌じゃないあの、お前らいいよ、別に俺そうやってグイグイ来るのいいよ。何知らないよ、バイス行ってどうなるか。バイス行ったら、俺だじゃん。いつもそうじゃん。はいはい、だからもう、これ2回やるとやっぱこうなる。お前、いつからお前、俺のグラスにこうやって乾杯するような男になり下がっちまったんだ。なってないんです。すいません。ゆうさんはでも飲んでないっす。いや、潰れちまうぞ、俺、ほんとに。あ、すみません、汚しました。いや、でもね、ほんの、いや、でもさ、最近さ、なんかね、すごい忙しそうだよね、とかよく言われるんだけど、すっごい充実してんの、今。けど、動くのさ、うん、ダメだね、動かないと、ほんとに、麻雀ばっかりやりたくなっちゃうからな。ほんとに。だって、今だって俺、店もあって、バーもあって、で昼間から打ち合わせだ、なんだ、なんだ、なんだ、で、今日から内装入れるようになったから、で、内装入って、で、歌舞伎ものが来月頭で、頭がいっぱい出てますもんね。で、普通に考えたらきついんだけど面白い。しかもそんな中からちゃんと、がっつり俺、ちゃんと、遊びもしてるしね。なんかあれですね、忙しい方が合うっていうところがあると思う。俺そう多分家には入れないんだけど、家に入れないんだけど、めいちゃんがいるからさ。出すか、めいちゃん。めいちゃん、めいちゃん、めいちゃん、あ、すみません。ワンちゃん、めいちゃん、ワンちゃん。勝てる。寂しいな。超親バカだもん。意外と寂しいCM だそうです。テンションが下がっちゃってる。あ、じゃあ違うの、なんか今日ね、iPod なんかね、画面が違うんですよ。元なんですよ。じゃあ、CM 行きましょう。間に合ってないだったらついでだからもう行った方がいいと思う。はい、行ってきます。間に合ってない。あー、そういうか。もしもないこれはしょうがない。じゃあ、それはしょうがない。リスナーさん、あの僕の番組をね、いつも見てくれてるリスナーさん、あー、悪いことした。いや、だって間に合ってないんだもんね。うん、キラキラって言っちゃったしね。うん、しょうがない。あの、戻ってきたらグイグイのコールをね、ちょっとね。あ、お三方、リスナーと一緒に乾杯しましょう。あ、じゃあ、ケンジが来たら乾杯しましょう。で、なんなの、ケンジ、なんか、ケンジっつうのもいい。なぜ、ケンタマンを
いやでもいいよ、どこだもん。かっこいいと思うよ。ねえ、スネをボトル一気まだ当てきてるよ。だからなんで俺飲みキャラになってるのかわかんないですけど。あのさ、お前がね、舌足らずで滑舌悪いのはしょうがないよ。飲みキャラぐらいちゃんと言おう。なんだ飲みキャラって。飲みキャラ。爆発させるぞ、お前。出ちゃうし。雑だな。え、すごいね、なんかケンジ。まあ、ケンジ可愛いもんな。いい男だよな。わかります。スネ夫、金くれ。金くれの意味がわかんない。金くれの意味。ケンジさんが好きなのは若い子、25ぐらいになると若林さんがいい。どういうの。25歳以上は俺の方がモテるってこと。でもスネオグイグイって言ってもらってスネオグイグイ。スネオグイグイってだから あれスネオすれちゃったって。うまいけどね。俺もスラさん結構気持ちいい。俺もスラさんね、あのね、気持ちいいけど。ボケブラリやる。若い子はケンジさん、大人はケンジさん。ややこいな、ケンジな名前な。え、なんかそれ、なんか喜びづらいな。男だしな、若い子でもモテたよな。そうっすね。そうっす。髪型やだすねよ。俺ね、俺思うけど完全に知り合いだぜ。髪型やだ。え、知り合いだぜ。はい、おいで、ケンジ。ケンジ、大量に出たの。すいません、お世話になります。めっちゃお世話です。とりあえず、ケンジが帰ってきたら、はい、あのお三方とリスナーさんで乾杯しようって話になっちゃったんで。あ、それはなんか、はい、分かりました。ケンタもグイグイって来たけど、これはもうみんなでね、はい、なみなみ入れさせてもらって。あ、そうです。Let's go。 すいません。いや、俺結構やばいな、今日。大丈夫っす。いや、来るぞ、グイ。はい、なんすか。なんだよ、お前今日酔ってるな、こいつ酔ってるな。ちょ、顔酔ってきてるもんね。鹿とかね。いや、酔ってる。あの、瞳孔ちょっと開いてますかね。瞳孔開いた時は酔ってますかね。ケンタマン、おい、もう今日日課だから強気だから、こうやって浮いちゃうから。関係ない。画面変わっちゃったからね。何にもなくなっちゃう。それは自由っす。読み込み。よく分かんない。この後もだって分かんないけど。これね、はい、使ったことないんだよね、iPad っていう。最近もう、なんかの説明になっちゃったもん、なんか。一回、別に見てねえし、壊しちゃう。なんか、ここで見えるんだよ。まあまあ、いつはこれ今日。うん、大丈夫。ケンタマが読んでた時可愛かったよね。うるさいわ、なんだケンジマン。ケンジマンやばいね。別にニヤニヤしてるの。ああ、まあまあいいね。気持ちいいね。え、あれじゃないの、なんか、はい、もう気持ち悪い。なんかもう、ぶっさいから、なんか。ストーカーみたいなものじゃないの。ないっす。でもさ、ケンジの逆ってストーカー気質あるよね。昔は、ね、そういうイメージがある。昔、そうっすね、なんか探偵雇うじゃないですけど、なんかそういうこと言われたことがあ。俺ね、そういうの一回もないんだよね。俺、下手な色かけないじゃんか。あ、でもまあ、本当にケンジさんはね、俺って、だからそういう風に恨まれたことが多分あんまない。ちょっと例えばですね、別に結婚もしてなければ何もないんですけど、してないよって話になるじゃないですか、うん、でも疑われるんですよ。で、それで、あ、確かに、でも初体を持ってる雰囲気もある。なんか子持ちみたいなイメージがあるらしいんですよ。で、それで、ね、プライベートの謎じゃん、ケンジって。いや、そんなことない。俺さ、ブログとかもまんべんに更新してるから、はい、プライベート俺が何やってるかって。ああ、はい、まあ、何やってるかは俺のこともみんな知ってるじゃん。はい、そう、だからで、なんかそうですね、なんか探偵を雇わないじゃないですけど、別に何もないので、別に、じゃあ
え、なんなのこいつ、もうケンジが喋ってんのうるさいわ。多分良くなったと思います。気分が今いいんだと思います。ああ、はい、でもケンジかっこいいよな。ちょっとあ、違うな、お前だ、お前ちょっとあのカメラの角度考えてもらっていいですか。映ってなかったけど。本当ですか。スネをかまってちゃんだな。スネを何してるんだ。かまってちゃん。左ケンタマ、真ん中ケンちゃん、右がスネを。だからスネをやめてもらっていいですか。あ、ちなみにあのスネを話聞いてないからグイグイ。これしょうがないよね、リスナーさん。さ、せっかくこんな時間に見てくれてるリスナーさんがグイグイっていうのが、はい、グイ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 、よしかい。でも嬉しい話。ヒデ、このミミズいつ直そう。ミミズじゃないですよ。ミミズの入れ墨。シェンロン。シェンロンじゃないの。ミミズじゃない。ダッサ。ミミズ。ミミズ。シェンロン。シェンロン。リスナー、もうリスナーさん気になっちゃってるから。まあそうですね。まあどうなのか、何を持ってるかを気になってるらしい。ダッサ。ケンジズ。ケンジはだってここに、だって龍がまあ。なんかチンコわしづかみにしてるんですよ。社長バカなのってなるじゃん。いや俺でもケンさんのすごいかっこいいと思う。俺のやっぱそこはやっぱ出したもん。だって俺別に、だって俺の入れ墨なんか俺のブログ開けば勝手に出てくる。いやそこやじゃあ開けばいいじゃんと思う。でミクシーでもマジかっこいいっすね。入れ墨アルバム入ってるし、ヒロキもかっこいいっすよね。なんだよ、ヒロキもできちゃうってアルバムをね、あれだ。やっぱそれ酔ってんだろ。いや、俺酔ってます。いや、ちょっと、たぶん、ケンさんも。スネをだけ角度おかしいぞって、カメラ考えて。ほら、スネをカメラ気にしろって言ってる。カメラ気にしろよ。すみませんな。そんな慣れてないっすよ。お前、僕、初めてよ。じゃあ、ヒデは特に初メディアだしね。いや、僕も、僕は。ケンジだって雑誌とか出てたでしょ、ある程度は。いやー、でも雑誌ですよ。でもこういうのはない。いや、これじゃ雑誌すらないんだから。あ、でもさ、でも川越とかでそんなメディアに出てたのっていなかったよね。俺だけだったよね、ほんとね。そうっすね。なんで出なかったの、みんな。あー、それお話が…それオファーはこないの。お話があれば…いや、オファーは…あ、まあ、そっか。俺なんか川越の時にラジオも出てるし、テレビも出てるし。あ、言ってましたね。多分うちの多分従業員でなんかそのラジオに、多分大輔とかもなんかラジオ。あ、行ったか。大輔だよ。あ、うちの俺こ。うちの俺こ。広げない方がいい。あ、でもメディアはやっぱりホストが出た方がいいと思うよ。もちろんあの売り上げでプレイヤーでやってる間は絶対。で、看板貼れる若い子がいないんだったら、その看板貼れる若い子が育つまで自分たちが看板貼って、俺もああなりたいって目指させた方がいいんだから。全然います。ええー、だって看板貼れてないじゃん、現に。じゃあナンバーワン誰よっつって。ああ。って話になってくる。まあだから逆、ね、友也がいるんで。だったら友也を売り出しちゃえばいいんだよ。で、それを見て、下の子が友也さんみたいになりたいなってなるわけじゃん。だからみんななってると思う。まだもっとメディアもっとバンバン有名になれた、有名にさせちゃえばいいんだよ。で、俺なんかやっぱり川越から歌舞伎町出てきた時も、それなりになんか埼玉の若林っつうのが歌舞伎町来るっつって初回、結構来てくれたし、やっぱメディアは結構出た方がいいと思うよ。こういうチャンスは基本ないですからね。ないじゃん。だって俺らね、仲いい。俺らが仲いいが、こういう場面があるんだ。ただ、ケンさんが言っていただいての初めてこう、成り立ってもらう。チャンス。絶対宣伝になるし。そうっすね。やっぱり宣伝になります。はぁ、出す。え、なん、はぁ、それは乾杯に。ケンさんだけが飲むのはおかしいと思うんですよ。私は飲む。なんでビール？ビールめっちゃ美味しい。私は飲む。いや、多分どうせすねよ。いや、もうすぐ。いや、もうすぐさ。もうあと5分で終わりだから。多分あと5分とか、多分。ちょっと溶けます。いや俺なかなか酔ってるわ。延長はできない。もう今月しちゃったよね、だってね。はい、できないです、ごめんなさい。できないんですよ、延長枠がね。月1回取れるの。でもね、
延長で、ね、確かね、酔った勢いでね、もう今月かましたんだよね、一発目かなんかもうやっちゃったんですか。やっちゃったよね。はい。誰の時だっけ。バレた。あ、バレた。僕はレースです。スネを足かく。スネを。けど俺を悪い。あ、でもいいいいね、いいことだよね。カウボーイのスネをイコール一生ひで。いや、スネを。いや、違う。なんでもいいから覚えてもらうことが大事なんだって。誰より。ね、誰って俺だっ て, だって俺だってやっぱり川越の頃なんかさ、知らんで暴れんぼケンさん分かります分かりますへぇいや、でもケンさんもいや、俺今はもう飲みましたケンさんも飲みましたなんだよいや、でも何でもいいんだよ有名なやっぱ名前は走らせた方がいいって絶対だって俺なんかもうやっぱ川越ですごいね、いっぱいお金も使ったし、時間も使ったし、体も使ったし、はあ、でも、ハローズも知ってますもんね。人も前へ出て、メディア出て、雑誌出てって、なんかいろいろやったけど、だから相手にしてもらえる人とかもいるからね。あ、それがきっかけでってことですね。だから、ああ、あの埼玉の人間な、はいはいはい、だってうちの遊戯嵐なんで、最初はあ、誰なのみたいな認識で、うん、で、雑誌によく出てる若林健二と俺が同一人物だと分かってなかったんだって、うん、それで、なんか、そのうちになんか一緒に飲んだりするんですよ。ああ、あいつ、顔があれかってなって一気にそっから俺に一気に広げてもらって、だったからで、ごめんなさい、リスナーさん、もうあと2分っていうのが来ちゃいましたね、もうね早いでしょ、1時間違うでしょ、あの結構あってるものだね。じゃあもうさ2分なんで最後にもう一回ね、川越のバイスですね、あの場所とか電話番号に関してとかあの営業時間に関しては舗装っすね、舗装その埼玉欄の川越からバイスって舗装で行けます、うん、バイスを拾ってもらって通常が2時間1000円だったんで、ね、1000なんですけど2個生見たで1時間無料いただいてますんで、はい、無料 で, で、もちろんつくよね2人をね、だって2個生見てきたっつったらだって2人を見てきてるわけで、それはやっぱつくでしょ。はい、求めていただければつきます。そこはついそこは、はい、つきます。だって2人を見てくるんだから2個生に関してはそれはもうついてこうガンガンね。はい、でケンタマスマイルお願いしますだだってもうめんどくさいわ。若林さんはついてくれないのって俺歌舞伎町だわ。あ、動きがあるんだろうね。はい、でいいじゃんか、一緒に働こうぜ。それでじゃあそれで金出すからさ店やれやそうじゃないです。全然お願いします。最終段階バイスの宣伝お願いします。はい、マジで宣伝します。最後ラストもう10秒で10秒。じゃあもうラストこのカメラメインカメラメインカメラ、はい、じゃあカーボールバイス1時間無料でいただきましたんで、じゃあまた来週見てください。ありがとうございました。来週はラブのたまり込んだことに疲れ何回目の錯覚だ笑っていたろうさっきまで使い込んだ仮面をやめ落下に紛れ込み死んでしまった順序ましてや無情なこと溺れているんだよ息もせずに この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。